函館山ロープウェイ FM イルカ1、6、7が放送エリア1992年の開局から2015年11月まで演奏所があったイルカ807ビル FM イルカは北海道函館市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である函館山ロープウェイ株式会社が行うコミュニティ放送の愛称である 1992年1月の放送法施行規則改正により、コミュニティ放送が制度化され、その第1号として、同年12月24日に開局した日本初のコミュニティ放送局である、保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称は、函館 FM。開局時の空中線電力は100メートル W で、あった、愛称のイルカは、 津軽海峡など世界各地に生息するイルカの人懐っこい性格をモチーフに地域密着の情報発信拠点を目指すことをテーマに命名された。放送エリアは函館市及び北都市亀田郡の内町でエリア内人口は約35万6千人、世帯数は約15万5千世帯。2005年4月4日より24時間放送を開始。 平日7時から21時、土日曜11時から15時が自社製放送で、深夜から早朝は、ミュージックバードの番組配信を受けている。放送休止時間を設けていた頃は、全番組終了後に波の音を放送し、停破していた。CM は、番組単位の提供やスポット CM などの他に、他局ではあまり例がない年間契約による提供形態も開局当初から実施しており、 ナショナルスポンサーから地元企業まで50社以上と年間契約を結んでいる。かなり早い段階から取り組んでおり、かつては1999年からインターネットによるストリーミング配信を行っていたが、著作権関係の問題により休止していた。その後、2005年4月に南朝地域をストリーミング配信によって補うことを目的とした検証実験、サイマルラジオを 神奈川県葉山町の湘南ビーチ FM、埼玉県河野寿市のフラワーラジオと共により行っていた。しかし、同年10月、再び配信を停止。その後、サイマル放送の環境が整備されるまで、当局のサイマル配信は行われていなかったが、2012年11月9日より、サイモルレイディオに復帰しサイマル放送の配信を再開する。AM 放送の HBC ラジオ、 函館放送局と共同でミニ番組を平日に放送している。放送時間と番組かつて STB ラジオ函館放送局では2007年9月までは10時55分10時59分に函館ホット情報を2019年3月までは12時55分から12時59分にハロー函館を放送していた。なお札幌局などではこの時間 STV ニュースを放送している。時期は不明だが、14時55分から14時59分に、JR ハートフルメッセージ函館も放送されていた。平成4年優政省令、第2号による改正 FM イルカについて、FM イルカスタジオ、事務所機能移転のお知らせ道場イベントトピックス2015年11月9日。 FM イルカ 80.7MHz 2015年11月9日7時2分の投稿2015年11月9日閲覧ありがとうございます。